チンチン YouTuber タコボンドです。さあこれマリオステージ1-1なんだけど、どうクリアしろって言うんだ。いやなんだこれは、すごいなんかねじ曲がってるけど、もうちょっと進んでみるか。おお、こんな感じで動くんだね。いやこれわからないなぁ。まあ、敵はいないんだけどね。グリボーとか、ノコノカとかね、そういう敵はいないんだけど。土管を越えた先に穴があるから、これ、越えたか？よし、越えたか？おぉ、穴二つ越えたっぽいよ。で、最後階段登った先にあるんだよね。まず、ここの階段は大丈夫で、ここだね。ここの階段で穴があるから落ちないように。ほい！越えたか？いや、もう全くわからないんだけど。よしよし、うまくいけたっぽいね。あとはこの階段登ってゴールだね。おー、マリオもちょっと出てきたよ。よし、これ、ゴール。いや、なんだこのねじ曲がった。マリオステージ1-1は。これはなんだ？ちょっと待って。ブロックしか見えないけど。おお、マリオいた。いや、なんだこのマリオ。これもまあ、1-1ステージなんだけど。あ、でもこれは、なんとなくわかるぞ。下画面見てけば、いけそうだね。よしよし。いいぞ。ほい、越えたよ。まあ、注意すべき。場所は、穴だけだからね。3箇所の穴。これさえ避ければもう余裕でクリアできる。さあ、ここに穴があるからジャンプ。いいよいいよ。ここまで来ちゃえばもう、ジャンプしてればクリアできちゃうね。いやー、このよくわからない、1-1ステージも、クリア。まあ、よかった。久しぶりにこのマリオの姿見えたよ。またこれは。いや、どうなってんだ？あ、いたいた。一応マリオの姿見える。うわぁ、もうこれちょっと。目がおかしくなりそうなんだけど。おぉ！もうわからないよ。よし、落ち着いて、まあ、やってこう。土管を4つ越えて、ここだね。よし、越えた。はい。まあ、なんとか地面は見えるからね、今回のステージは。よし、まあ、地面が見えないステージよりかは、大丈夫かな。ほい、越えた。よし。3箇所の穴も越えて、ここを登ってゴール。いやーもうこれ、すごいねじ曲がってきたなー。またとんでもないステージだな、ここも。あ、でもこれは意外と簡単なんじゃないか？丸まったステージね、地球みたいに。おお、穴もこれ見やすい。わあ。久しぶりのこの簡単なステージ。これもしかしたら普通の1-1より簡単なんじゃないか？穴がこんなはっきり分かっちゃうからね。さあ、ここも登って、ほい、クリアー。もうこのゲームやってるだけで、マリオ1-1ステージ絶対覚えるな、もう。さて、次。なんだこれは？ちょっと待って、これなんだ？どういう状況なんだ？いたいた、マリオいた。よしよし、言うぞ。走って走って。そして、なんだ？見えない。マリオどこ行った？いや、どうなってんだこれは。ここで、あれなんかやれちゃったんだけど。あ、見えた見えた。なんか表と裏があるみたいだね。よし。ジャンプで越えたぞ。一回落ち着こう。
一つ目の穴は越えたはず。これが裏側だね。さあ、表、向くぞ。さあ来た、マリオどこ？マリオの姿が見えない。いたいた。よし。これでダッシュで、裏側の画面になるから、どこだ？いたいた。よし。もうわけわからないな。ほい。よし、これで、もう超えたはず。穴三つは超えたはずだから、ジャンプで進みながら行けば、クリアできるんじゃないか？いたいた。よーし。もうわけわからない通り越して、意味不明だよ。なんだ？二画面になった。あれでも、違うね。左と右で。あ、同時に動くんだね、これ。じゃ、両方落ちないようにしなくちゃいけないってことかな。よし。お、ちょうど。ほい、いいよいいよ。ほい。もう、右側は穴ないから普通に行けるね。よーし、クリアー。あれ？ちょっと待って。落ちちゃったんだけど。右は何でもなかったの？普通にゴールを通り抜けて落ちちゃったんだけど。よーし。いや、右は何でもなかったんだね。ちょっとなんだ、その騙しみたいな。また増えたな、画面が。まあ、でもこれ、左上が、あれ？待て。やっぱ落ちちゃダメなんだね。落ちないように全部クリアしなくちゃいけないってことか。むずいぞ、4画面は。待て。いや、これはむずいんじゃないか？全部見なくちゃいけないってことだからね。よし。慎重に行こう。し、こっちに穴があるから。おい、越えたよ。いや、もう怖い。一歩一歩が怖い。よし。いよいよ。左下は、もうゴールだから、見なくていいね。来た。右下来たよ。ほい、待て。ほい、おっ。せっ。よし、いいぞ。さあ、次の穴はどこだ？あった。慎重に越えてこう。せいっ。よし。全部をよく見て。はい。おっと、お、危ない。来た、おお、ちょっと。ゴールに、二人いるんだけど、マリオが。4画面だけど、世界は繋がってたんだね。よし、来たぞ。もうここ注意して、ジャンプで、おっと、危ない。よし、いけた。あとはゴールに向かえば、いけるね。息ぴったしだな、この二人。よし、同時にゴール。あ、まだ、一人まだ動かせる。とうとう僕の目はいかれてしまったんでしょうか。マリオがいっぱい見えるんだけど。ちょっと待って。これ無理じゃないか？何個あるんだよ、これは。いや、これ全部穴避けなくちゃいけないの？いや、鬼畜すぎるでしょう。もう待って、落ち着いていこう。どこだ？もう穴だらけなんだけど。いや、どうなってんだ、これは。いや、もうこれ無理ゲーでしょう。全部クリアしなくちゃいけないってことか。一応でもゴールに近いマリオもいるんだね。そこはもう見なくていいや。まあ、注意すべき場所は、左下の部分と、真ん中のマリオかな。
よし、越えたぞ。穴があるからジャンプで。いやだ。下のマリオは越えても真ん中のマリオは越えてくれない。さあ、こっから。ほい。よし、越えた。越えた、大丈夫か？次も穴あるからね。よし。いいぞ。うまくいけてるんじゃないか、これは。焦るな、ここまで来ると。いや、まだちょびっとしか進んでないと思うけどね。さあ、次の穴どこだ？あった、ここか。よし、越えたぞ。全部をよく見て。目が足りないよ、二つじゃ。あったぞ、穴。よし、越えた。大丈夫か？だいぶ進んでるんじゃないか、俺。もう一番下は全部ゴールに向かってるね。あとは、ここ。よし、よし、いよいよ。来たよ、ここまで。次の穴、あった。上をよく見よう。ほい。よし、越えた、越えた。どこ？どこのマリオ行ったの？うわぁ。待って。だいぶ行けたのに、今のは。よし、もう一回ちょっとよく見て。よしよし、あと一人。ほい、よし来た。全員いけたか。全員同じ画面になったぞ。あれ、なんだ、画面が黒くなったんだけど。さあ、どうやら、あれで全部クリアしたようだね。いやー、このいろんな視点でできる、マリオ1の1ステージ。まあ、最後無理ゲーだと思ったけど、なんとかクリアできたね。目2つで、足りたね。こんな感じのマリオでした。またね、海外の面白マリオがあったら、やっていこうと思います。それではコメント、グッド、チャンネル登録よろしく。